どうも、シークエンスパパともでございます。今日はですね、何やら偉そうな坊さんが、休み時間に豹変してコーラを飲むというようなふざけた動画を撮っています。それではスタートいたします。皆様おはようございます。ナレン州五条修道全自願全道場でございます。皆様にありがたきお言葉をお伝えしよう。仏の道は一つにあらず、幾千幾万への道をたどる。その幾千幾万の道を迷うことなく進めるために、まだが自粛騒動の道を伝えるべく、ここにお集まりくださいましたご檀家の方々に、おー沈めじにも捨てるんじかえるんじもの、ねえどんじかすじすんだなと思って、決して韓国語ではございませんよ。それではですね、この後ですね、ご本尊様にご案内を申し上げまして、私と共にお祈りを差し上げましょう。なさすんずわら。さあご本尊行くぞ。コーラちょうだい、コーラ、コーラうまいんだ俺な、ほら。いやーさ、今日どう？なんか年寄りばっかりじゃないかな。まあでも年寄りは大事にしなきゃダメだよ。年寄り大事にしてないとね、みんなさ、ほら、お葬式呼んでくれるから、いずれね。またあったらお前、この間さ、なんかできそうになっちゃったら、まあ、もらってきか、釜あったろ、釜、釜。なんか、僕はさ、この壺なんとかなりませんかってさ、なんかこの一釜、こんなの、何こんな一山みたいなトラック一杯でもって3820円ぐらい買ったやつ、あれあったろ、お前。あれ、なんとかして1個100万ぐらいで売っちゃえよ。な。うん、そういうことでしょね。違う、その100万円っていうのはだってお前宗教とかっていう問題ないだろうなって。いい、信じる者は救われるんだからね、頑張ろうよ。うん、ということでね、この先さ別部屋行ってさ、ご本尊さんどうした、ご本尊さん、この間お前だって盗まれちゃったじゃないか、ご本尊さんさ、だから真鍮なんか使うなっつったんだよ。真鍮なんかクズ鉄屋に売られたんだよ、真鍮なんて。あのさ、いいんだよ、安いのでさ、プラスチックなんかにメッキしとけばわかんねえんだよ、見てるだけなんだから。ほらなあってことでな。おお、ダメダメ。あ、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、じゃあさ、この先なご本尊行くからな。うん、あとは事務員さんさ、ブスはダメだよ。若くて可愛い子じゃなかったらさ、ね、頼むよ。ということで、さあ頑張ろう、行ってみよう。まあね、さあということでね、まあこんなひどいのはない、コントみたいなこんなのはないだろうけどね、まあ実際にね、徳の高いお坊さんだってさ、なんだこう、なんかこう肉食っちゃいけないだとかさ、なんかこうある種酒飲んじゃいけないだとかさ、ねね、あでも酒飲むでしょ、なんだか酒じゃねえみたいな言い方しちゃってさ、酒飲んじゃったりさ、するわけですよ。うん、肉も食うし、ね、坊さんだって銀座行きます。銀座のキャバレーなんていうの、銀座キャバレーっていう銀座のクラブなんで、坊さん結構なお得意様。あ、そりゃそうでしょ。だからね、まあお坊さんは、まあある程度さ、歴史深いから、それなりに勉強してるからね、まあおかげ的になるのはいいけれどもね、よくわかんない宗教でね、坊さんみたいな格好してきてさ、なんかそれらしいことさ、ピチクパチク喋ってさ、すげえ高いさ、いい加減なものを買わされてね、それを信じてさ、孫に買ってやるようなさ、買ってあげたかったさ、まあ、例えばさ、ゲームでも洋服でも何でもいいんすよ、そういうものを買ってあげられなかったっていうふうに悔やむぐらいだったら、お孫さんの喜ぶ顔の方がいいですよ。
奥さんの喜ぶ顔の方がいいですよ、旦那さんの喜ぶ顔の方がいいですよ、奮発してね、いつも 100g300 円ぐらいの牛肉のところをさ800円かなんかにしてさ、美味しい焼肉にしたりさ、そういう風にした方がいいですよっていうね、そういうことですよね。ということでね、次はねちょっとこの先キリストさんやってみましょうね。もうね外人の顔じゃないからキリストになんねえんだよな。ちょっとやってみましょうね。キリストさんこんな感じでしょ、こんな感じね。キリストさんこんな感じでしょ、うん、はい、なんかアラブのなんか変な人になってる。まあ神父さんはさ、神父さんどんなの、神父さんってどんなの、はい、神父さんちょっとわかんねえな。ね、どうやろうか、何もなんねえな。まあ神父さんのさ、説教はさ、手話をされました。亀の歩く道に鳥もある、そして鳥は亀を抜かすこともなく、亀は水辺から海の中に入り、鳥はそれを見て羽ばたく。主は仰せられました。種は芽吹き、芽吹いて花を咲かせる。天に軌道のあるごと、人それぞれに運命というものを持っておりますってね。これはね、風天の寅さんの言うことセリフですよ。皆さんご存知でしょうね。僕も寅さん大好きなんですよね。三で死んだが三島の汚染、四ツ谷赤坂麹町ちょろちょろ流れるお茶の水ってね。私は日光結構東照宮に仁吉が通る東海道ですね。ありましたよ、思い出しましたよ。事の始まりが一ならば、スケベの始まりはこのスケベ、ヤクザの始まりはなんだっけですね。まあそんなこんなです。寅さんもそうですけど、坊さんもそうですけど、まあね、いろんなものはみんなね、楽しむためにあります。ということで、私の練習動画シリーズですね、撮っております。頑張りますね。